こんにちは、パチスロ必勝本のニアでございます。この番組はですね、あの名機は今という名前でございまして、過去の名機、そして、昔の台ですね、こちらの方にスポットライトを当てていくという番組でございます。今回はですね、こちら2027、今2027と言って笑った君、ちょっとね、できればいいねを押してくださいね。はい、私といえば2027といえば私というぐらいですね、過去に打ち倒した機種でもあります。思い出もいっぱいありますので、これからですね早速打っていきまして、こちらの方いろいろなね思い出の方を語らせていただきますので、どうぞお付き合いくださいませ。それではこちら2027の方を打っていきたいと思います。知らない人もいると思うんで、ざっくり説明しますと、通常時は、とりあえずバトルモードっていうか、ジャックをこれですね、黒いやつ3つ揃うやつを目指すんですけれども、なんというかな、これなんですが、これがね、まず7赤青今のね黒いやつね、これでベルベルが、これになってるんですよ。化けみたいなもんなんでね、これだけ揃っても全然ね増えないんですよ。でそれをどうやって増やすかって言いますと、広角にいる時にあれを引くとバトルモードというね ART に入るんですね。でこの ART に入った時に、継続率で伸ばすと。で ART に入った時にこれ揃えちゃダメなんですよ。これが揃うと終わってしまうということなんでね、なんか演出が今ピピピッとなったんで、これまあリプレイかチャンスリプレイの可能性があるんですけれども、まあ、そういう時にはね一応ど真ん中に7を狙うと回避できるんですけれども、なぜ最初に揃えてはいけないかと言いますと、とりあえずこれがチャンスリプレイですね。でこれの時にね、何かあったのか、さっきのジャックの抽選、当たりましたね。なんかでここでね潜水艦が出てきたらダメなんですよ。ダメっていうかね、だからね、とりあえずね、まあ揃えないように一応ね、まあ大体リプレイなんですけど、朝一降格だったってことなんですよ。だからこれの時にバーを揃えちゃうと終わってしまうんですよ、あっさり。なのでその揃えないようにするために、こちら側に赤7か青7を狙うか、中リールに赤7を狙ってれば揃いませんよと。でこれで、でこれだとやばいんですよ。これね狙うと中右を適当に打つとあれしてしまうと。だからこっち側に中に赤を狙ってベルを出してから、こっちはもう何でも大丈夫よというふうになります。でここでね、あれが出てくるんですよ。何が出てくるかっていうと、ここでねある程度ね継続するかしないかがね大体分かるようになってる。ここで泡が出ると継続確定なんですけど、だからちょっとね今ね危険だよね。でこれね、ここの後にね出てくるとこがちょっとねドキドキするんですよ。魚雷に注意して索敵を続けろ。まあでもね、大体索敵を続けろだったら大丈夫です。続きます。っていうかもう21になってます。索敵を続けろって言われると大丈夫で、継続率っていうのは、基本的に先行モードの時に、チェリーを引いてそこでねポイントを貯めるんですよ。で最低でも 70% でポイントが貯まってなくても最低 70% 継続するんで、まあ今の機種と比べるとかなりまあ甘いって言うと変だけど、すぐに次の機雷装填発射準備。継続率的には良かったかなと思う。猛攻攻撃機雷を回避を乱す。ノイズで艦影が追えません。あ、これ上がるかもしれない上に。
あ、これはね、多分上がりますね、上に。これ どうなるかなんですよ、ここがね。ここが問題なんですよね。ここで潜水艦出てくると終わってしまうんで、その場合はもう強制的にもこれを揃えなければダメですよと。終わっちゃう、終わってしまいましたということでですね、この場合はもうどっからでもいいんですけれども揃えます、これをね。はい、ということでこれがあの一連のね ART の流れとなります。これがね出てきた時に、要するにね、このジャッキングをあの引き伸ばすことによって、その間に枚数をね取りましょうねっていうことになるんですけれども、例えばですね、あの赤7引いた時とかに継続率 95% 以上確定するんで、これね何でもいいんですよ。何でもいいからもうこの時はもう適当。あのね、ここの時のね画面でも結構ね、あのなんていうのかな、あの設定の示唆がね出たりすることもありましたという感じですね。で大体ね今が5セットで100ゲームなんですけれども、うるさいよ、うるさいよ。今178枚取れたんですが、70% なんでね、下手すると本当単発っていうのもあるし、そういう時には本当枚数取れなくて辛いんですけれども、それだからこそチェリーを何回も引いて先行モードとかに入れて、そこでポイントを稼ぐと、でそういう感じになってます。もうね普段はね大体ね適当で大丈夫。まあそれこそね、バーネ、あ、ちょっと待って、これやばい、赤引いたかもしれない。もうこれねバトルモード確定の演出なんですけれども、これね中リールに赤が止まれば、あ、赤7引きました。これも 95% ですね。はい、なんで引いちゃった私みたいな感じなんですけれども、これね一角なんですよ。一角なんで、もうこの時にはもうこれですね、やったーってことでね、説明する前にいきなりもう飛び込んできてしまったって感じなんですが、赤7狙わないとチャンリップが揃うんですけれども、ちゃんと継続率は 95% ありますということで、これから 95% 継続でどのくらい続くかで、下手するとね本当単発とかもあるんでね、これちょっとドキドキしますが、バトルパートここでね揃えないようにしないとね、一番これがね焦るんだよ。まあそれは当たり前だよね、赤引いたんだからねってことで、こっからいきます。今のあのドブロフスキーとの後に今度 K というね女海賊と潜水艦同士で戦って、その後にストーリーパートみたいなのがあるんですよ。でまあできればそこまでは継続させたいなと思っております。あ、頑張んないと。だからこれはもう一応あの赤7だったんで 95% って継続なのは決まってるんですけど、普段の時はねどれだけ先行モードに入ったかとか、まあ、だから先行モードまだ見せられてないっていうのがね、あっという間になんかバトルモード入って、あっという間になんか赤7引いちゃったんで、通常時を全くね見せられてないのがね、ちょっとある意味ちょっと不本意というのか、なんか乗り、ダメです、直撃します、大変大変だよね。バカな、さて、ああ敵の撃沈確認しました。さてここで次のセリフが何か。よし、次の海域に移動する。これは次の海域に移動するっていうのは継続です。ここでね一旦浮上する、だからもう一旦浮上がねダメなのよ、ダメなのよとか言って、でこっから出てくるのが女海賊なんだけど、これがねなかなかね面白いっす。対象距離まで8000、お嬢だよ、お嬢お嬢お嬢。アチラさんの様子は、まあお嬢はなかなかね面白いですよ。これね一応ね音楽もね敵によって違うんですよね。じいちゃんとお嬢のね、兄
やり取りがなかなかね面白い。こっちもやるぞ。全艦回答、当海域を離脱する。この後だね、鉄艦回答します。違うか、艦影が消えましたじゃダメなんだよ、ダメなんだよとか言って、艦影が消えましただとね、また上に上がるかもしれない。確かあーっていうね。まあね、ここで一瞬ね、あー終わったかもっていうので、これが出てきた時のね、なんか嬉しさっていうのがね、いいんだよね。女の尻を追います。失礼な奴に礼をしてやる。この後なんか、こちらから敵を探知することができなかった。ちょっと双子のなんか変わった、確かなんかあれがあったような気がする。敵位置がわからん。本艦正面、距離3000に敵潜水艦4隻。見えちゃう、見えちゃうからね。あ、出た。この船だ。どういうことだ。不思議な感覚、私たちが一人増えたみたい。そうなんですよみたいなね。お嬢、お嬢とシンクロしちゃったよね。どうしたお嬢。なんでもない。絵が混ざって気持ち悪い。あ、ちょっとダメ、ちょっとダメ、危ない。今の絵が混ざって気持ち悪いっていうと、ちょっと やばいっす。この海域を一旦離脱する。やばいです、やばいです。もうちょっとで、あー怖い怖い怖い。よしよし、あのここでね、そう、あのあチェリーだった。ここで誘爆しました。続かないと K のなんかね、お話のとこ行かないんだよね。お話のとこ行かない、いろいろね、 K の秘密みたいなのがね出てくるんですよ。できればそこまでね続けたいなと。でもね、2027は結局このストーリー、ストーリーをやっぱりね、ちょっとね、あの楽しんでほしいなっていうのがあるんで、一番大事なのはここですよ。ここでミスるとストーリーが続かなくなっちゃうんで、だそれ以外は割とそんなに気にしないでいいかなっていう気はする。あと、あとね、ここでだから上上がんないでね。さっきの感覚って、まあいい、次の海域に移動する。まあいい、嘘、次の海域に移動する。それでいい、まあいい、次の海域に移動するじゃないとね、また上がっちゃうからね。了解。でこれでバトルパートっていうか、まあ全部バトルなんだけどね。センチュリオンの、要するに主人公の潜水艦の話をしてるんですよ。20年前から来たよっていう。だからこれが起こってる時代は2027年なんですね。でセンチュリオンは2007年から来てるんですよ。この次、この次、この次、そうだな。本当だって、本当に何もない。やばい、終わりました。終わりました。ここでそうだなって言ってくれないとダメなの。終わりました。460だ。でもね、 95% だとね、そんなもんなんですよね。あんまりしつこいと嫌われるぞ。あ、さてそろそろ次の獲物を探さないとな。経の秘密が見せられない。さあ移動開始だ。終わった。
という感じでですね、こういうセリフで終わり確定みたいなね、続けてると分かるようになるんですけど、これは終わり確定でございます。はい、途切れちゃうともうそこで必ず終わりになっちゃうんですよ。バトルじゃない、あのストーリーのね、ほらね、狙えよと、はい、分かったよということでね、ここで狙います。で、着金。はい、という感じでね、ある程度ねストーリーのとこまで見ていただけたのは、あ、これちょっとね怪しいやつ出てきましたけど、このマスターとね呼ばれるこいつが出てくると、高設定ほどこの演出が出るね割合が高いというふうには言われてました。で、今ちょこっと映ったのが L ですね。で、700枚と。さっきの、そういえばあの赤7引いた時のプレミア的な演出で、プレミア的な演出ってね、いくつかあるんですよ。で、あのほとんどがね、まあ赤なんですけれども、あの降格の時にチャンスリプレイを引いて、バトルモード確定になった時にも出ることがあります。ああ、なんだ赤じゃねえやと思っても、まあがっかりしないようにみたいなね感じなんですけど、この2027って解析がねずっと出なかったんですよ。知らない人が結構いたんで、先行モード溜めまくってやめちゃったりとかね、そういう人とか多々いましたんでね、ハイエナとはちょっと違うんですけど、あの狙ってね、あの打ったりすると続いたりする場合がありました。あと設定6だけ先行チェリー引いた時のねポイントがね、爆発のポイントがねでかかったんですよ。すごい6だけあっという間に25ポイント以上たまって、もう毎回なんかね300とか400とか継続したりとかしてたんで、このグラフですね、グラフっていうかあのこれまあ棒グラフみたいになってるじゃないですか、ほぼほぼ100、200以上継続するっていうやつは高設定っていうか、まあ6だった可能性がねすごい高いかなと。ただチャンスリプレイ引けないとどうにもなんなかったんで、6でもまあチャンスリプレイが引けないでハマるとか、そういうのは結構ありました。でもさっきから全然本当先行チェリー、もっとチェリーを言われてるよ。これはあ、チェリー、あ、やっと来ましたね。これが先行モードになるね。やっと見せることができた。あと2ってことはその前に引いてたのが先行だったんですよね。だからここでしまっちゃう。でもこっから始まるんだよね。こっから10ゲーム。これで何か引けば、これは 中爆発だ、2番が弱い。1回しか爆発しなかった。10万役とか、あとチェリーですよね、そういう時に出てくるんですけど、でもあの中爆発1回でどのくらいねポイントが溜まってるかっていうのはちょっと分かんないですけど、いやー、あ、また赤引いたかも。あ、違う、あ、違う、これは降格にいたからバトルモード確定っていうだけで赤ではないです。でもバトルモードは確定です。溜まってないです、多分ポイント溜まってないです。終わったか。単発、はい、単発ですね。もうたまんない時はね、たまんないし、
溜まってても単発ありますからね。赤7で単発とかもあるんで、単発とか2連とかだったから71%とかねしかなかったかどうかっていうとそれは分からん。ただ続いたらそれなりの後継続だったなっていうのは分かるんで、それを指針にこれはポイントたまったんだとかね、そういう風に判断しなきゃいけないんで、自分の引きが弱いと内部的に90とか言ってても3回ぐらいで終わっちゃって、あダメだったのかなって思っちゃうから、こう設定捨てちゃうこともあれば、騙されてって変だけど、2027の難しいところでもあり面白いところでもあるかなっていうのは思います。はいはい、そういう感じでね、こちら2027の方出していただいたんですけれども、実はこの機種うちにあるんですよ、なんですがちょっと荷物漏れてるせいもあったりして打ってなかったんで、今日久しぶりに打ってやっぱり20面白いなというふうに思いました。似たようなね仕様でできればスマスローとかで出していただけると嬉しいかなみたいな風に思ってるんですけれども、どうなんでしょうね。実際にこの2027のストーリーってシレキヘトンポ的な感じなんですよ。2027のセカンドとかそちらの方で別のエピソードとかがね絡んでたりするんですけれども、ぜひともねちゃんと完結させた2027のストーリーの方見たいと思っておりますので、まあ、それも含めて続編もしくは焼き直しでもいいからこちら出ないかなと、去年出たのはまあリノタイプだったんでね、できれば AT 機みたいなね方で出てくれると私的にはね非常にありがたいかなっていうか、楽しみにしちゃうんだけどなっていうふうに思っておりますので、こちらねメーカーさんの方考えていただけると嬉しいかなと思います。こちらの方、電動さんの方に設置してありますので、ぜひとも2027可愛がってあげてください。2027だけじゃなく、これからねご紹介するような機種もどん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 楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今日はありがとうございました。それではバイバイ。